皆さんこんにちは、インスピリッツテニスクラブの石井智明です。こんにちは、インスピリッツテニスクラブの石田由紀です。テニスパーク湘南さんというですね、インスピリッツと一緒で、大会をよく開催しているテニスクラブさんの方にお邪魔しています。ある方とコラボの試合の撮影をしに来ました。ということでお呼びしましょう。インスピリッツ所属の佐藤翔吾です。よろしくお願いします。本日の試合形式ですね、3セットマッチフルで、デュースありでいきたいと思いますので、それでは皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。
で、佐藤さんでインスピリッツの方はファーストセットの振り返りをやっていただいて、試合後の感想は、翔吾さんのチャンネルで、アップするという形にさせていただきたいと思います。ファーストは今5-7ですね。で、佐藤選手が取っております。じゃあファーストセットの感想を佐藤さんから。まあ、石村君のその強みはもう周りとヨハの強打が目立つんですけど、でもバックもクロスとストレートに速いタイミングで打ち分けられる選手なので、基本はバックに集めるんですけど、集めすぎるとやっぱりダウンザラインにしか流してくるので、スライスでクロスばっかりじゃなくてストレートの方にも展開をして、ダウンザライン打ってくるタイミングと回り込むタイミングでストレートにスライスを流すっていうことを、意識してやっていきました。ただもう、ファーストセット後半はやっぱりそのボールの空気が少しなくなってきました。ニューボールのうちは彼の高い打点のハーブとかボールが硬いので突っ込んでると抑えられてないけど、空気がなくなってきたボールの時はもう端っこからフラットの逆クロスとバックハンドのショートクロスがサービスラインぐらいにフラットで入ってきたんで、これはやばいと思ってこれはいかんと思って、後半はちょっとそのクロスラリー端っこに打つのをやめて、センター中心彼のボディを狙ってなんとかサイドアウトのフラットをアウトさせるっていうのをやってまず僕が全体的に意識してたのは、結構やっぱ打ちすぎたりとかエースを狙いに行ってミスするのが嫌だったんで、ちょっとやっぱ後半エースを取ってラリーすることを意識したんですけど、そこでちょっとやっぱリズムが出てきてラリーになって、で自分が回り込めるボールだったりとか自分のポイント取れるパターンは見つけれたかなと思ったんですけど、ただもういかんせんやっぱもう体力が全然もう続かなくて、ラリーすることがもう体が嫌がって身体力の差が高いボールと低いスライスと、でそれが前後左右でショートクロスとかに来るんで、かなり足は削られちゃったので、なかなか絞って打たせてもらえなかったです。というわけでですね、インスピチャンネルの方で今日は佐藤さんとコラボさせていただいたんですけれども、まずコラボをお願いした理由ですね。でうちの代表が佐藤さんのことを結構昔から知っていて、僕もかなりおっさんだったんですけどもう本人が7年前に上京して、知り合いとかも全くいない状態の時に、インスピの代表の松田さんにいろいろな方を紹介していただいて、それこそ僕がよく出てるカースミハイっていう方なんですけども、松田さんに紹介していただいて、やっと練習相手ができたというか、まあ出会いのきっかけは僕直属の1回戦で松田さんに対戦して負けたんですもう全部スライスではめられて、それが強烈に印象に残って、やっぱりそのちょっと松田さんを追っかけて、松田さんって会場に行ったら話しかけて、でちょっと仲良くしていただいてたので、結構僕の中では当時すごい孤独で寂しかったのもありますし、すごい僕は勝手に恩義を感じている方だったので、インスピさんの方では、はい、いつか見たいなと
思ってたんですけど、ちょっと自分から食べ物を我慢していいかなと思って、今日は本当にありがとうございます。もうすごい楽しかったです。今確実に今ランキングが上がっていて、着実にステップアップしていて、全日本にも指先がちょっとかかりだしたかなと僕は思っていて、動画を見ていた印象と全く違うプレーにもなっていて、やっぱりコツコツで何かやっていて、その目標に向かってしっかりこう成果が確実に出ているっていうところがすごいなと本当に思っていて、ご自身的にはそういうコツコツやってたのか、それとも何かいろんなことがあって今のこの状況になっているのか、そういうところもちょっと聞きたかったんですけど、どういう、 こう経緯でやっぱり徐々に上がっていったのか、それとも何かきっかけでドンっていくようになったのか。僕はその大きく急に飛躍したっていうのは一切ないタイプのプレイヤーで、いろんなその持ち方、グリップだったりプレースタイルだったりさまざまなことを多分全種類ぐらい、トライしてたんですけど、結局やっぱり行き着く先は守りのテニスになってしまって、僕フェデラーとか好きなんですけど、なるほど、でもまあ真逆のテニスじゃないですか、なんですけど、やっぱり動きづきもあるし、自分のその持ってるもので勝負して勝てるかどうかなので、もう結局そのコツ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 自分のテニスの底上げをしていくことだけに、集中してやっていったっていうのが大きいんですけど、まあ、やっぱりその年齢も重ねて、で相手のレベルも上がってきて、変わったものはやっぱりあります、ね。成長という意味で変わったと。いうよりかはやっぱり求められるものがすごく高くなって、そうですね。それでちょっと滑らせるボールの方にセンスが自分の中ではスピンよりかはあるかなと思って、まあ、低いボールだけだったらちょっと相手も慣れてきちゃうんですけど、低いボールを生かすために高いボールを入れてっていうのをやって、で他のピンスピークという僕のスポンサーになっていただいている会社があるんですけど、それでやっぱりトッププロフューチャーズチャンピオンとかとやらせていただいて、いらっしゃいましたよね。やっぱその相手ガッターに僕のスライスやフラットのストロークが効いたので、はい、これだと思って、それがやっぱ自信にもさらになって、迷わずテニスができる。今はやっぱり自分は勝ち負け一切気にすることがなくなって、まあ、負けず嫌いなんですけど、結局自分のやるべきことをできたかどうかだけを。翔吾さんもそう、ね、ご自身でイベントとかもされていて、翔吾さんのチャンネルの方でイベントされたりとかいうこともあるので、今みたいな話をリアルで聞くと、またね、なんか悩みがあってとかっていう方はすごく良くなると思うので、ぜひまた、イスピーツの方にも遊びに来ていただいて、いやもうぜひ、ちょっと今日神奈川までね、来たので。で、石村君もね、いろんな出会いがあって、やっぱり試合はもともと出ていたんですけど、やっぱもう一回ね、頑張って目指そうっていう、今日テニスも、やっぱちょっと変わってきたかなっていうのもあったし、そういう思いとかもちょっと喋ってみてかなと思って、はい、こういう場があるんで、ちょっと僕も中学生からずっとこうテニスをやってて、で大学生の時にリーグ昇格を3年経験して、で全日本に出たいっていう思いで社会人になってもこう試合を回ってテニスを続けてるんですけど、一回もう正直全日本無理だなって諦めてた時があって、それはもう、まあ、自分が可能な限り何かができてたかって言われちゃうとそうでもなかったですけど、もう正直才能というか目指せることは無理なのかなっていうのが、もう上の選手に出なくなったって思ってたんですけど、ちょっとやっぱ今石井さんが言ってたように、いろんな人と出会いがあって、でいろんな話を聞いたりとか、いやポテンシャルは持ってるからっていうふうにいろんな方に言ってもらえて、もう一度目指そうっていう意思が固まったんですけど、その中で僕が本当に今普段テニスをやってて思うのは、格上の選手と試合をすることっていうのは自分がやりたくないことを絶対やらないといけないなっていう、なるほどね、はいはい、すごい感じます。それはもう普段インスピの試合出てても思うし、いろんな人と練習してても思うんですけど、本当だったらもう僕も翔吾さんに思いっきり打ってエース取りまくってカモンとか言いたかったんですけど、ただそんな爆発力も僕にはなかった。まあ、本当しっかりラリーをしたりとか、自分が目指すプレーとまたプラスアルファで違うことをやっていく中で、やっぱ格上の選手にチャンスを作れるのかなっていうのを今日はやっていて改めて疲れてる感じました、はい、やっぱりその求められてること
が分かって、それに向き合う強さっていうのは多分2人とも持ってるものだと思うし、やっぱりレベルが上がってきたりとか、試合勝ち負けがついてくると、やっぱり自分がやりたいプレーだけではなくて、それでできるプレー、さらに相手から求められているプレーっていうのが試合で出てくると思うんですけど、そこに逃げずにこう戦った結果が今ポツポツこうやって結果になってきてるっていうところがすごく今日の試合を見ててすごく思って、お二人ともなんかやっぱ目の前のポイントから逃げないなと思って、絶対こう最後まで諦めずにボールを追っていたので、まあ、そういう姿が今日のサンセットマッチすごくきつかったと思って、すごい僕らは見てて感動したので、まあ、皆さんにも伝わればいいなと思って、すいません、なんか台本になかったのでこの話をさせていただきます。はい、というわけで、まあ、これあの全部配信するか分かんないんですけど、ね、こういう素晴らしい選手があのどん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 選手がいますので、まあ、皆さんも試合にどんどん続いていると思いますので、まあ、こうやってあの成果が出ている方とか、まあ、試合に強くなっている方とか、そういう方のこう生の声でもね、あのちょっとずつお伝えできればいいかなと思いますので、まあ、こういう機会もまたぜひよろしくお願いします。どうぞ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。それではさよなら。撮ろうか。こっちです。おすすめ動画と最新動画はこっちです。高評価ボタンお願いします。めちゃくちゃ熱いです。